車両カスガイシティバスは愛知県カスガイ市で運行されているコミュニティバス。運行主体はカスガイ市、運行委託先は名鉄バス。愛称はハートフルライナー。バス停案内版運行開始は2002年11月。カスガイ市の市内バス事業の見直しによる。いずれの路線もカスガイ市内の様々な公共施設や病院などをめぐる。 運行路線は開始当初は3種類7路線あったが、2009年10月1日に大幅に見直され、現在は方面別4路線で運行されている。またその時車両のデザインも見直され、それ以前のピンク色を基調としたものから、黄色が主体のものに変更された。車両の種類は、中型と小型の2種類。マナコ及びとかの利用が可能。年末年始を除く。 毎日運行している。1日乗車券は、バス車内、名鉄バスカスガイ営業所、カスガイ市役所9階都市政策課、カスガイ市民病院売店、清水やカスガイ店、名鉄バス高蔵寺インフォメーションで販売している。通称、ハートフルライナーミニ、小型車両を用いており、人口密集地への乗り入れをするとともに、AI オンデマンドシステムによる効率的な配車をしている。 牛山地区において運行される、東地区と春日市役所春日市民病院を結ぶ。電話受付、インターネット受付により設定したバス停から乗ることができる。すべての路線が春日市役所と春日市民病院を経由する。中日新聞、バス停を10カ所新設春日市、シティバス見直し案報告2021年2月16日、春日市シティバスとは、 カスガイ主公式ホームページ2020年8月24日閲覧マナコなどの交通系 IC カードについてカスガイ主公式ホームページ2020年8月24日閲覧路線ダイヤカスガイ主公式ホームページ2020年8月24日閲覧運賃等カスガイ主公式ホームページ2020年8月24日閲覧 AB 北部オンデマンドバスとは、カスガイ主公式ホームページ、2021年7月10日閲覧、北部オンデマンドバスマップ、カスガイ主公式ホームページ、2021年7月10日閲覧、路線、ダイヤ、カスガイ主公式ホームページ、2020年8月24日閲覧、ありがとうございます。